皆さんこんにちは。ナビゲーターの旅蔵です。本日私は JR 京都駅から徒歩で約10分ぐらい、こちら西の東院通り正面に来ています。このチャンネルでは年間60泊ホテルステイをしている私旅蔵が、さまざまなタイプのホテルに宿泊してホテルレビューをしています。特に京都のホテルはね、たくさんご紹介しておりますので、もしよろしければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。はい、本日のホテルはこちら、ホテル東西の東院京都さんです。入り口からですね、このホラー穴のようなアプローチがありまして、異次元に向かうような、そんな感覚もあります。そして真正面にはお庭があって一本松、そして近づきますと右の自動ドアが開きまして、ロビー空間へと誘ってくれます。こちらにも向かい石があって、そして左側からですね、明るい日差しが入ってきてお庭を見ることができます。ロビー全体はですね、暗い感じはするんですけれども、外から入ってくる明かり、光と影が織りなす空間をこちらが表現しています。まさに静寂と和やかな光が作り出す空間といった感じですね。そしてこちらに丸いテーブルがありまして、何かお茶をイメージしているのかななんて思いました。そしてこちらがフロントカウンターです。通り沿いにはですね、このようにお庭が見えまして、本当に庭の風情に心が癒されます。ロビーから客室へ向かうアプローチには、このような書籍コーナーもあります。では客室へ行ってみましょう。はい、ちょっと暗い廊下でございますけれどもね、はい、等と書いたこの鍵でチェックインして部屋に入ってみたいと思います。今日部屋は4階でございます。はい、それではお部屋の方入ってきました。床がね、石張りになっておる素敵なお部屋でございます。はい、こちら本日はデラックスルームを予約させていただきました。素敵ですね、和洋室といった感じです。はい、ベッドはね、このような形になっておりまして、はい、開きのね、ベッド台が面白いですね。はい、このような形で真正面に白いアートが飾られています。はい、そしてこちらにね、リビングルームが、畳でね、あるような形で、京都らしくて落ち着きますね。ちょっと旅館のような雰囲気もありますけれども、ただこちらにね、間接照明が入っておりまして、すごく素敵です。そして障子窓があります。ちょっとね、奥にブラインドがあるんですけれどもね、明かりがちょっと明るすぎたんで、今ちょっとだけ閉めてみました。はい、そしてこちらには台がありまして、はい、鏡やね、携帯のケーブルなんかがありました。そしてこのね、引き戸のようなこのね、室内が面白いですね。はい、そして今度反対側見てみますと台がありますね。まず上にお風呂に行く時のようなカゴですね。そしてこれね、館内着というかあれですね、パジャマみたいなものですね。はい、等と書いてありますが、上下セパレートになっておりまして、はい、この館内着を着て、はい、お風呂に行くこともできます。いいですね。そしてこちらは冷蔵庫空になっていました。そして電話とティッシュがあります。はい、そしてこちらにね、はい、電源と USB ポートがありますね。パソコン作業するのにいいと思います。そしてここ等の素敵なものがありますけれども、これは何も入っておりません。自由に使える感じですかね。はい、そしてこちらにですね、お水とお茶セットですね。ちょっと暗いので出してみますと、はい、一歩堂のお茶がありますね。嬉しいですね。はい、そしてグラスなどがあります。後でいただいてみたいと思います。そして無料のお水があります。はい、そしてこちらは金庫ですね。はい、金庫があります。はい、そしてね、壁際に大きなね、テレビがありますね。はい、とっても大きいです。これ YouTube とかね、Netflix が対応してますので嬉しいですね。
はい、そしてこちらにカゴがあってスリッパがあって、そしてこちらね、寒い時でしょうかね、ちょっと羽織ってお風呂に行けるようなこういう館内着があります。いい感じですね。はい、そしてこちら見えますのが、はい、水回りでございますね。ちょっと扉開けていきましょう。はい、そうするとちょっと狭いんですけどね、こういう通路があって、そしてこちらにシンクがあります。はい、四角い感じですね。そしてこちらにドライヤーがあって、はい、ちょっと置くとこないのでこっち置きましょう。そしてこういうものがあって、はい、開けると歯ブラシ、シェーバー、ブラシなどがありますね。マニキー類です。これは板、下は缶のような感じですね。そしてオランルージュのハンドソープがあります。はい、ここ鏡がね、間接照明が入っていて、このような形になっていますね。はい、そしてこちらに扉があって、はい、開けてみますと、こちらがシャワーブースとなっていますね。はい、こちらメインシャワー、そしてハンドシャワーがあってっていう感じですね。はい、そしてアメニティがあります。ちょっと暗いですね、ここね。はい、でも素敵な空間となっていますよ。はい、そしてね、こちらちなみに中入ってみましょうか。うわ、狭いな、結構狭いです。はい、で閉めてレインシャワーを浴びると、で部屋がこうやって見えるけれども、ここにカーテンがあるので、はい、閉められるといった、そんな感じですね。はい、ここバスタブありませんが、大浴場がありますので十分かと思います。はい、そしてこちらに扉がありますので、開けてみると、はい、こちらはトイレとなっています。はい、結構広いトイレでございました。はい、そして引きますと、このような形で入り口になりますね。はい、こちらにはブラシや、靴磨きのセットなどが置いてあります。はい、今日はこちらのお部屋に一泊してさせていただきたいと思います。はい、先ほどのねお茶セット出してみましたけれども、こんな形でございます。はい、一方堂のねグリーンティーが用意されています。嬉しいですね。はい、続きまして地下1階にあります大浴場の方に行ってみたいと思います。こちらは鍵が必要でして、このように開けて中に入っていきたいと思います。とてもシックなデザインでね、こちらも間接照明が入ったミラーなどありまして、とってもおしゃれな空間となっています。さて、こちらの大浴場、営業時間が25時までということなんですが、時間になっても誰もいなかったので少しだけ撮影をさせていただきました。というのもですね、本当に素敵な空間でして、暗闇の中にライティングがね、うまい具合に当たってるんですよね。ちょっと癒し効果があるように感じましたね。この水の揺らぎとかを感じ取れました。そして奥に石の石庭がありまして、光が当たっておりまして、本当に素敵です。癒されるような感覚に陥りました。そしてこの水の中からね、望んだ洗い場なんですけれどもね、これ間接照明のデザイナーさんが入ってるんじゃないですかね。とっても素敵な空間でしたので、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思いました。さて、こちらロビー空間のライブラリーですけれどもね、こちらも5つのテーマから選書した洋書や和書がありまして、京都の歴史などを感じられます。そしてこちらにはアメニティバーがありまして、女性用のね、基礎化粧品セットなど、また部屋にないものなどをね、こちらでいただくこともできますので、ご希望の方は利用されてみたらよろしいかと思います。はい、いろんなものがありました。はい、続きまして1階にありますバー&カフェ奥の方にやってきました。こちらにも向かい石がありますね。テーマ性がある本当に素敵なホテル、そしてこのカフェレストランとなっています。こちらでは宿泊者ゲスト用にドリンクサービスを行っておるんですけれども、創業300年の京都の老舗一歩堂のお茶や
京都初上陸のニュージーランドのオールプレスエクスプレッソのコーヒーなどが提供されています。こちらはとても嬉しいサービスだと思います。さて、今度はロビー側から外に向かうこの通路ですけれどもね、時間帯によって色が少し変わっているような気がしてね、素敵ですよね。はい、そして夜帰ってきましたけれどもね、この旅籠のような雰囲気、そしてこのライティングがね、ちょっとテーマパークのような感じがしてね、本当に素敵なホテルですね。はい、そしてこの何度も通路を撮影していますけれども、夜帰ってくるとね、一番奥にあります一本松の松がね、とっても綺麗にご覧いただけるんですよね。さて、こちらは朝のバー&カフェ奥でございます。こちらで朝食をいただくことができます。朝食は京都の朝がゆ定食、もしくは洋食から選ぶことができます。そして、オーダーをして待ってる間にこちらで、ドリンクをいただくことができます。創業300年の京都の老舗一方堂の茎ほうじ茶があります。こちらはね、ラテにしていただくこともできまして、本当に美味しかったですね。それとこちらはですね、酸味と苦味がですね、ちょうどいいバランスの美味しいコーヒーです。さて、こちらが和食の今日の朝がゆ定食が届きました。私は庭が見える席で朝食を楽しむことにしました。さて、こちらがサバの西京焼き、そして大栄西玉の卵焼き、焼き上げた深山の湯葉、そしてお粥のお供などが揃っています。味噌汁は五香町の関東屋のお味噌を使ったものですね。大変美味しかったですね。こちらお品書きも揃えておりましてね、これを見ながら食事をいただくと本当に楽しくなりました。いろんなブランドのものがあってね、嬉しい限りです。またこちらは洋食のセットです。伏見いかやの仙台ハムなどを使っています。また客室ですが、全10タイプも種類があります。このお部屋は私がおすすめ、プレミアムルームのテラス付きのお部屋です。本当にね、実はここに泊まりたかったんですけれども、一室しかないため先の方まで予約が結構埋まっております。結構お値段もいい値段するんですけれども、大変素敵なお部屋なので一度は泊まってみたいなって、そんな風に思っています。皆さんも早めの予約でぜひこちらのお部屋にご宿泊いただいてはいかがでしょうか。さて、それでは最後に実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思います。まず良かった点、こちらのホテルはですね、想像以上にしっかりとした施設だなって、そんな風に思いました。東京のウィズシードさんっていう会社がね、開発して作ったホテルなんですけれども、京都のコンセプトや明かり、影、そして庭といったものをテーマにしてまして、ものすごくそれが心に伝わる、すごくいいホテルでした。そして大浴場もね、大きくて本当に癒される、なんか取ってつけたようなお風呂じゃなくて、ゆったりできる感じがね、すごく良かったなと思います。また間接照明が素晴らしく綺麗なホテルだなって、そんな風に思いました。例えばこの部屋のライトなんですけれどもね、角度をつけて斜め上からこのちゃぶ台を狙ってるんですよね。なのでちゃぶ台の上を見ても眩しくないというね、こういう素晴らしい設計となっています。またこの障子の裏にもライトが仕込まれていまして、障子をね、見るととっても綺麗に浮かび上がってるようなね、このような照明の美しさがこのホテルにはありました。また反面気になった点ですが、ホテルの館内あちこち結構暗いんですよね。お年寄りや手元が見づらくてですね、ちょっと困ってらっしゃる風景を見かけることもありました。まあ、この辺りはですね、コンセプトでもありますし、好き嫌いもあるかと思います。さて、本日はホテル等西野洞院京都をご紹介させていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの番組が役に立ったら、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。